こんにちは、塩の山の三草クララです。今日は2020年9月30日、すっかり秋めいてきましたが、皆様いかがお過ごしですか？今日はこんな時代だからこそあなたに見ていただきたい、私クララが選んだ映画 DVD 3本プラス1本を紹介させていただきます。栄光の1本目はブラザーサンシスタームーン。実は私クララのこのクララという名前は、このブラザーサンシスタームーンの中に出てくる聖クララより神から賜った私の洗礼名です。聖クララは今から約800年前のフランシスコ会の女子修道会クララ会の創始者で、彼女の罪なき遺体はもはや腐敗しないとされ、骨格は完全な状態に保存され、イタリアのアシジの教会内に今も公開されていますが、くしくも今この時代に私がクララ塾を創設し、少しずつ全国にこの輪が広がっているのも偶然ではないのかもしれません。聖クララは聖フランシスコの一番の理解者でもあり、一番弟子でもあり、聖クララは聖フランシスコを先生と呼んでいましたが、これまたこれまたくしくも私の夫は幼児洗礼で聖フランシスコという洗礼名を賜っており、私は夫が私の音楽の先生でもあるということで、今もずっと先生と呼んでいます。聖フランシスコは当時もイエス・キリストの生まれ変わりとも言われていた人で、西暦1200年頃の腐り切っていたキリスト教にその生き方を通して大きな影響を与えた人で、800年後の今、政治も宗教も淀んでいる時代、聖フランシスコと聖クララの住んだ生き方に目を向けることはとても大切ではないかと思います。今回一本目に紹介するブラザーサンシスタームーンという映画は、聖フランシスコや聖クララが起こした奇跡や鳥や狼ともお話をしたというシーンは出てきませんが、クリスチャンでもないキリスト教には興味のない人にも、資本時代の末期の時代に生きる全ての人に見てほしい映画です。2本目に紹介させていただくのはズバリマリアという映画です。題名はイエス・キリストの母のマリアになっていますが、内容は聖書にはたった一言、良い人であったとしか書かれていないイエス・キリストの母マリアの夫のヨセフの苦悩や葛藤をシンプルに描いており、どれほどに妻マリアと幼子イエスを愛し、二人を守り抜いたか。十字架のキリストには、父ヨセフの熱い思いがあることも忘れてはならない。そんなことも教えてくれる貴重な映画です。こんな素敵な夫婦になりたいものです。3本目はマグダラのマリア。マグダラのマリアというと、いつしかイエス・キリストをそそのかしたはしたない娼婦というマグダラマリアのイメージが私たちに植え付けられてしまっていますが、
私が祖先の供養などをしなければならない時に、マグダラのマリアがそっと現れて、私に寄り添ってくださったことが何度もあり、そんなことからも私はずっとマグダラのマリアは、イエス・キリストを一番理解していた大霊能者、大預言者でもあり、イエス・キリストの一番弟子でもあったと思っていましたが、まさにそのことを証明してくれている重要な映画だと思います。特に女性に見てほしい一本です。さて、おすすめの映画3選と行こうと思っていたのですが、この一本もどうしても外せないので、プラス一本として紹介するのが、パウロ、愛と許しの物語です。新約聖書の多くの部分をパウロの手紙が占めていますが、その手紙は、パウロが2000年後の今を生きる私たち一人一人に、過酷な牢獄から鞭打たれながら送ったもので、パウロの熱い愛を知るのならば、聖書の読み方も変わってくる。いえ、変わざるを得なくなります。また、この映画は、初代のキリスト教がどのようなものであったのかも忠実に描いているため、目を背けたくなるシーンもありますが、最後の感動のシーンを迎える時には、必ずあなたがクリスチャンであってもなくても、見てよかったと思っていただける映画です。ちなみにこの映画の1分と07秒の時にパウロの手がふわっと現れて私クララの方に触れたのですが、その1秒07秒の時、この映画でどんなシーンだったのか、ぜひそのシーンも見てください。と最後にプラス1で紹介させていただいたパウロの手紙より、コリント人への手紙第2の体の棘について読ませていただきます。また掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それでそのために思い上がることのないように、私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように、私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れさせていただくように、私は3度主にお願いしました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私の内に宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、貧しさ、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。それでは今日はこの辺で、今日もありがとうございました。またね、バイバイ。